せーの、下町上町中町です。始まりました。ということで今日は何ですか？今日は丸亀でドーナツ出たよらしいです。はい、ということで丸亀からうドーナツっていう、今テレビ CM でもめっちゃやってんだけど、うん、それが出たらしくてこんな感じで、うん、今回お持ち帰りしたんですけども、こんな感じ、こういうで、うどんの生地でできてるらしい。だからめっちゃもちもちみたいな、うん、CM でやってました。そのもちもちって言ってた、本当にそんなそのいや言ってて、言ってて、もち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 じゃん。じゃあね、もちもちだったじゃん。もちもちぐらいの CM。 誰が、誰だっけな、あれ誰だっけな。でも大物系CM やってんだろ、大物なの絶対ということで、まあ先食べちゃうわこっち、うん、で、なんかこれが甘くない方、カレー、何やカレー、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 カレー味って待ってる。だってカレーの匂いするもん、うん、こっちはね、多分甘い、砂糖気味で、これも一応新作って書いてあって、これなんかね、天ぷらうどんみたいなのと、夏限定のさっぱりおろしお肉うどんみたいなやつも買ってきました。じゃあまずこっちから食べちゃおうか、新作から、うん、カレーから行った方がいいんじゃない。あー、そうね、多分カレーじゃないと思うんだよね。カレーだよ、絶対。カレーだ、うん、絶対にカレーだ。なんかちょっとドーナツにね、甘くないのでちょっと勇気が必要っていうか、なんていうかまあじゃあ食べますか、うん、せーの、辛い。そんな辛くないよ。辛い、めっちゃ辛いんだけど。そんな辛くない、そんな辛くない。え、粉ついてた。うん、え、めっちゃ辛いんだけど。あー、めっちゃ辛い。え、そんなに、うん、え、それ大げさだよ。あ、しょっぱい、辛いってか、しょっぱすぎる、しょっぱすぎる。あー、それはそうかも、その辛い、うん、激辛とかじゃなくて、うんうん、味が濃くて辛い、うん、はあるわ、確かに。スパイシー、めっちゃスパイシーって感じ。めっちゃカレーだから、ちょっともちもちとかをね、感想言うの忘れてました考えるの。じゃあこっちは、え、こっち本当に砂糖。あ、こっち砂糖そう。それではいただきます。はい、うまー。あ、そっちうまいんだ。うまい顔、うまそう。うまっ。じゃあちょっといただきます、僕も砂糖の方。もちもち、うーん、うまっ。ほんとポンデリングの1個、うん、ポンデリングの1個ぐらい。あんま名前出せない。なんで強豪だから多分おすすめは砂糖だわ、うん、カレーの方は、まあ、カレー好きにはいいかもしれないけど、絶対合うのはこっち。うん、うん、美味しい。あ、まず CM の人、上戸彩さん。あれ、上戸彩さんって言おうとしたんだよね間違ってたらどうしようと思ってすごいね、今サイトこんな、本当いくらだったらお手頃だなと思う。5個入りだからリングってことだよね、つなげたら。あ、まあそう、本当にそう。でもリングも5個だから、ちょっと小さいリングではあるね、うん、ポンデリングがもっといっぱいついてるから、うん、うん、まあ、うーん、あー、まあまあまあ値段です。150、200いくか。300はいか、あー、300はもうごめんなさいごめんなさいって、ね、まずは、まずはサイゼリアしかいけないもんね。まずはごめんなさいって感じ。300はちょっと5個入り300円だね、1袋300円。でも確かに思ってた、丸亀にデザートあればいいのになって、うん、まあそうね、確かに丸亀ってデザートないね、そう言われてみれば、うん、確かっていうやつですね。じゃあこれうどんも完璧に美味しいじゃん、ほら、うん、食べちゃう。じゃあ僕は天ぷらの方いただきます。久々だわ、丸亀。ね、丸亀って本当に美味しくない？マジで美味しい。あ、丸亀は OK、 その売れてない丸亀は。あ、まだ、うん大丈夫って感じいただきます。うん、美味しい。うん、懐かしい。で、丸亀のうどんだわ、この麺が。あやってもうショートじゃなくなったの、これって。うん、エクセ取ったよね。うん、取った。今何なの？ロブっていうらしい。ロングとボブの間、うんうん、で、ロブっていうあれはあるらしいよ。食べんの夢中になるのやめてくんない？ほんとお腹痛いで、ちょっといります？私も大丈夫、どっちもいい、食べて。私も大丈夫、うん、はいや、大事な撮影があるんで、もうそろまた大事な撮影多いわ、あや、ほんとにすごくない？毎月大事な撮影あるの、うん、これってもほんと売れてる証拠だよね。2週間に1回大事な撮影ある俺さ、共通の知り合いがいるの、うん、寂しかったけど、うん、嬉しかったこと言われて、うん、それが JP はもう可愛くないみたいな、うん、言われたの、うん、先輩にね、うん、え、なんでですかって言ったら、 JP 売れたっしょって言われたの、うん、売れてない、まだ駆け出しの JP が好きだったんだけど、うん、今 JP 結構人気出て売れてるから、うん、可愛がるのなんかもういいわって言われたの、うん、嬉しい。だから傍から見て俺売れてるように見えてるんだと思って、うん、でもまあ売れてるっちゃ売れてるもんね、うん、売れてるっていうか、その
忙しくさせてもらってるもんね、まあ、頑張って忙しくしてるよね、順平あやに合わせて本当にそうだよ、うん、マジでそう、あやの予定、カレンダーであやって緑の予定なの、ね、うん、で、あやの緑の予定があると、うん、そこに俺は絶対マジをかぶせる、うん、あやが働いてて、うん、俺が働いてないっていうのが悔しくて、うん、だからあやの予定入ってる日には絶対俺の予定入れる、うん、それってあやのさ、幸せ願ってなくない？え、何が？悔しくてって言っちゃってるもん。いや、ライバル意識っていうかもう、いやいやいや、違う頑張りたくて。ほんと順平ってなんか言葉と行動全然違うよねそういうところ直した方がいいと思う違う、じゃあほんと本当に悔しいとかじゃ、まあ悔しいっていうか、あやも頑張ってるのに俺が休んでるのがなんか気まずい。だから頑張りたいというか、負けずと。まあ別に何でもいいけど基本全部それで片付けないで最後あやって休み欲しくない？休み怖いと思うタイプ？あやって、うん、思わない？うん、だ芸能人の人とかさ、うん、まあインフルエンサーとかもそうだけどさ、休みあるの怖い人いるじゃん。うん、例えばルナちゃんとかは、うん、2日間空くだけでやむらしい。私仕事してないってなっちゃって、とかそういう人が多いと思うんで、焦っちゃってるっていうかさ、うん、あやは全然焦りない。あればあるほど嬉しいマジで。いやだからそれがやっぱ頑張れる秘訣すごいよね。それほんとすごいと思う。性格羨ましい。あれさっき数えてみたんだけど、今年の休み。今年の休み？あ、今月。今月の休み、うん、今月は5日か。それってどうなの？休んでる方が早いからしら、それ休みはない方。まあ平均かな。平均5日ぐらい。うん、俺はいや動画撮ってるってなったら、本当に動画撮らない日は3日。あーなるほどね。俺は今月4日だね、動画撮ってない日。すごない？すごい。こんな動画撮ってるっていう。本当に申し訳ないけど、あやのね、他の仕事が多いから、うん、その兄弟撮影とかも詰め詰めなのよ、結構、うん。もうこれ3日連続で撮ってて、うん、あやはすごいなって思う。これ皆さんには申し訳ない発表があるんだけど、こうやって頑張って今撮影詰めてるじゃん。うん、けど多分週3投稿できなくなると思う。え？なんで？今、あっ！待って、2日のこれサプライズじゃん。これあるんだ。何2日のサプライズって？いや、これ、結構前に撮った動画。うんうん。あ、待って、今4日。今4日まで。でか、仕事でいないの実質3日だけだよ。俺がちょっとね、大阪遠征4日間行くのよ。うん、お前のせいじゃん。じゃん、申し訳ないそれ。え、それ遊び？遊びじゃない。レイクエに呼ばれてるのと、あとパパラピーズの、やばい発音えぐい。え、なになになに？パパラピーズの、パパラピーズの田中ちゃんが一人目が生まれるのも、うん、そろそろで、名古屋でレギュラー番組持ってるのね、うん、パパラピーズって、うん、それの代役として僕、田中ちゃんの代役として僕が名古屋で撮影とかあったりするから、暇そうな人に声かけたんだろうね。多分本当にそう暇そうで来てくれそうな、うん、絶対ぴったりだもんね。順平が暇そうで来てくれそうで当てはまんのYouTuber で順平だけだもん。あとなんか罪悪感ないよね、きっと俺呼んでも、うんうん、なんかね、ない、それはわかる。だからああ俺ねと思って、だって正直あんまパパラと俺のイメージってないでしょ。ないないない。だから俺もなんで俺なんだろうと思ったけど、あ、俺が多分一番呼びやすいんだろうなと思ったの、うん、今年何回オフあったんだろうね。半年で休みどれぐらいあったんだろう俺ら。あや結構あると思うよ。だってオフをもうまず作っとくもん、マネージャーに入れられないようにそうね、うん、いやでもうちのマネージャーってさ、めっちゃさ、うん、詰め込むのうまくない？うまいね。マジでうまいんだよなスケジュールをね。いや本当思う、時間がねちゃんと被らないように、うん、そうギュッとなってんだよね。そうギュッとなる日があるよね、うん、ギュッと入れてくる日。そうでクライアントさんとかに、うん、マネージャーすごいね詰め込み方言われる？いやマジで言われる。言われるのすごいんだ、うん、でもあやは詰め詰めだよね。俺って結構自分で全部決めてるからさ、うん、マジで言うたらもう、うん、あれだけど、あやは詰め詰めだわ本当に。マジでだって10分でも遅れたらもう間に合わないみたいなスケジュールもあるから、ね、たまにもうハラハラしながら全部の現場行くみたいな、うんうん、そうねとかあるし、あやはさ、その他の人が携わっちゃってるもんね。うん、俺って結構相手と俺だけ、うん、だからマネージャーとかもついてこないからさ、あや、うん、は結構いろんな大人がかかってる現場もろかぶりしてるじゃん。こう私たまにかける時あるからね、マネージャー。その飛行機で帰って、うん、で飛行機ってさ、欠航とかもさ、うん、ちょっと遅れたりとかもあるじゃん、うん、あるそれかけてきたりするんですよ絶対にこの時間に飛ぶっていう賭けをして。ああなるほどね。そう、その時間に着かないと絶対に間に合わない仕事と思う。え、逆にどうすんのって思っちゃうよ確かに。え、あや一回でも撮影飛ばしたことあるの？ない。熱とかあるの？ない。一回もない？熱で飛ばしたことないな。ない？うん。いやすごいよねそれマジで。俺も本当に兄弟撮影以外で撮影をなしにしたことがないの。ない。一度もね、うん、だからそれはでもすごいなと思う。あと俺ら結構すごい YouTuber あるあるなんだけど、俺らはないのが仲間内協定のデータ一回も止まったの。あーこれ
って結構すごいことなの、 YouTuber で言うと。マジ酔いとかは結構飛ばしたりしてるんだけど、うん、中町兄弟は動画一本も飛んだことないの。でもそれで言うと個人動画前一本も飛んだことない。え、マジで出た、うん、そのかない。ない。あ、それすごいね、うん、それ恵まれてるわ機会に、うん、でもなんか前の家で怪奇現象がひどすぎる時に動画撮れなくなったことはある。あったね、うん、なんか電子機器が壊れていくんだよね。そう、あったあったあった。カメラマジで撮れないみたいなのあったけど、うん、それ以外はない。そう、なんか俺今日も動画整理してて、あ、俺らって動画一本も飛んだことないなと思って、それ、ま、マジでありがたいから、うん、YouTuber 本当に飛ばすんだよ、うん、動画のデータで。ずっとここについてんだけど言ってくんないじゃん。そんな怒られてそんな急に怒られても俺気づいてないんだから、あやが言うしかないんだからさ。何それ。いつかだって普通ご飯とか食べてたね。定期的に拭くのが当たり前なんだけど、順平って最後の最後まで拭かない。てか順平って口の周り拭かないよね。あんま拭かない。なんで。どうせ食べてるからさ。こないだなんてずっとここによだれついてたよ。で言ってくんない。いつだっけな、オフ会の時、うん、ずっとここテカってて、うん、でも人ってさ、言われたわさ、あやに。人っていつかは拭くじゃん。てかあやすぐ拭くのね、割と、うん、人ってすぐ拭くから、まあ言わなくてもまあすぐ拭くだろうなって思いながらあやは生活するから、うん、だから人とかについてても最初、うん、なんか最初の方とか言わない、すぐ、うん、拭くだろうなって思うから、うん、そしたら拭くから、うん、だよねってなって言わない、うんうん、順平って一生拭かないんだよね。すごくない、マジで。本当にそうかも、初めて言われたけど。そう、本当に口の周り拭かない、うん、拭かないね。あやとかもご飯屋さんとか行ったらお手拭きとか、うん、もうすぐ交換してもらうの。もうめっちゃ口拭いちゃうから、うん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 。それで言うと、もしかしたら俺はお店とかでおしぼりやると机めっちゃ拭くのよ、うん、汗かくじゃん、コップとかが、うん、で水になるともうめっちゃ拭くし、うん、だからあんまおしぼりで口を拭きたくないの、うん、汚いから。では早く拭いて、そういう習慣つけよう、うん、マジでリハビリそうそう、まずはすぐ拭くっていう習慣。そうね、うん、情けないからね。情けないし、キモいし、汚いし最悪な3年間だよ今。情けないし、キモいし、最悪な、最悪なこと言われたね。俺としてはちょっと子供っぽい。そんな可愛くやらないでもらっていい。子供っぽい、そのイケメンがさ、言ってたら子供っぽいかもとか言えるけど、お前の子供っぽいはキモすぎるんだけど、可愛くない。イケメン関係ねえだろ、それに関しては。イケメンだったらさ、なんか本当子供っぽいねとか言ってもさ、ちょっとさ、うん、口の前についてるとかなるけどさお前が子供っていう言葉遣いは本当にやめてほしいから。昨日の出来事ですよ。昨日誕生日がかかって、うん、まあ結構イケメンもいて、うん、女子たちが、うん、はい、もう一回イケメンなんでっていうあったのね。イケメンなんであって、そう、本当恥ずかしいけど、あれ俺これ行くんかな。俺自分ででも情けない、これめちゃくちゃ情けないけど、本当にイケメンたちがいたから、あ、これ俺に言われて、俺も行くのみたいな。俺行く行かないみたいな。俺ちょっと自分悩んだけど行った。行ったのかよ。行かないで行くのって。でも逆に俺が行かなかったら気まずいじゃん、言った側も多分きっと。だからでもさ、周りはさ、今飲んでやがる。JP 自分も飲んでやがると思ってるよね。あれだったらさ、絶対さ横目で見てさ、うわ、え、もう頭で思う、こいつイケメンじゃん。そう、絶対思う。絶対じゃあ思われてるってことじゃん。絶対思われてる。いや、それ昨日本当にそう、この話しようと思って、もうそれ良くない、女子が良くないよ、そのイケメン飲んでは。あんま聞かない、確かにイケメン飲んでは、うん、確かに。か、もう本当に俺もイケメンか、その子からしてもう俺もイケメンのジャンルで入ってて別に気使わず。それはない。メンバーは分かるけど絶対ないから。中町兄弟、今来てる人みたいなのいる？来てる人？うん、自分の中で。そう、なんかそれこそ沖縄コレクションとかも行ってもさ、うん、俺もうめっちゃほとんどの人がコラボしてるの、うん、それすごくない？沖縄コレクション出てるモデルの子たちとか、うん、いい、大丈夫、うん、でそれなんなの？それなんなの？下に見てるって証拠らしいよ。やばやば、こいつらにも下に見られてんの。沖縄コレクションの子たちもうわぁ、ほとんどコラボしてる子だろうって感じで、最近トレンドの子が分かんなくて、ほんともうわーちゃんとか子供ばっかり出てくるでしょ、俺最近。メンズとコラボしてみたら。そう、メンズね、うん、それはもう思うのよ。メンズ逆に誰がいるっていう。知らない。適当に。私も外国人イケメンしか TikTok 流れてこないし。あ、でもじゃーんって知ってる。知らない。え、お前やばいって、うんうんうん、今 TikTok でバズって女子高生みんな真似してる。知らない。え、見たことない。俺もまた人と違うと思う。おすすめなんだ。うん、カワウソか外国人イケメンしか出てこない。ねえ、知らないわ、その人。順平が、なんかコラボしてなかった？した。で、はいはい。順平がめっちゃキモい動きしてるからさ、うん、気持ち悪って思ったらその人のネタだったの。え、そんなに思う？気持ち悪って兄のこと思う？うん、声出した。キモっ。うざっ。こいつ応援しろよ。キモっ。
か声でっか声声伝わってるかな、この動画上ですっごくうるさい、本当にこのネタで。これがキイチの同級生、高校の、たまたま知ってすごいなと思った、うん、高校卒業してお笑い芸人になったんだって、うん、でもそれ挫折して、うん、今 TikTok からですよ、なってたけど、そうマネージャーのキイチの同級生で同じ学校でキイチのことを不良だよね聞かれて不良じゃないよっつってそれ知らなかったんだよな。今すごい、それこそなんで俺がこの子知ったかって、うん、ニュースで今アルファ世代って知ってるもん。そうだ、 Z 世代の次今アルファ世代ってなってるもん。へー、アルファ世代がから人気のインフルエンサーみたいな、うん、流行語でチャーンっていうのが流行ってて、うん、俺らもさ乾杯かと思ってたの、ずっと、うん、韓国のチャーンって俺やってるじゃん、うんうんうん、俺それかと思ったら、うん、それとは違うチャーン。へー、本当思うのはトモピはこれから苦労すると思う。トモピ、うん、これトモピって言うんだけど、うんうん、本当に俺のタンタンやないかを見てるようなのよ、うん、チャーンがバズって、うん、人自体っていうチャーンっていう言葉がバズって、うん、チャーンも絶対飽きられるからいつかは、うん、一発のなんか流行り、うん、TikTok で流行りの言葉とか出ちゃうと、うん、その後なかなか難しいんだよね。確かに本当にあやってなんかあるその流行らせたサーセンじゃないの。サーセンか、サーセン確かに、うん、でもサーセンも YouTube だもんね、 TikTok じゃなくて、うん、そっかサーセン、うん、懐かしい。え、ちょっと今言える？うち NG だもん。え、なんでえ、もう言わないって決めて。え、なんで恥ずいから気づいた、恥ずいって。オフ会でも、うん、まだ言われるのね。うん、言われるね、言ってくださいって、うん、無理って言う反差悪無理今 NG って確かにもうめっちゃ言ってたのに、うん、サーセン、うん、懐かしい。皆さん今大人の女性に、今大人の女性だから、そこサーセンはめっちゃ流行ったね。でもそれこそ仲間違いのスタンプサーセンありますから、うん、今もそれは使ってます。二十、うん、歳、あれ二十歳の時、私そうだな、うん、二十歳だって許されるな、サーセン、うん、今でも許されるけど。いや、お前あのね、あやちょっとね大人ぶりすぎかも。だって大人だもん。もうこんなこと言うとあれかもしれないけど、ほんと子供ですからね。いやいや、全然、だから23だよ私。結構もうクソガキじゃねえかよ。もう私動画でもゲップしてないですし。えぇ、はい、やめたの。はい、仲間違ったら全然してるけどね。けぐらいじゃん。あーぐれーうえぇーはない。うん、確かに確かに封印してますし、うん、え、それ何なの。じゃあ大人な仲間ちゃんになっていきたいってこと。やっぱなんかクライアントさんとかも契約とかもありますしまあ、はい、そうね、はい、うん、見え方もしっかりしないとお仕事をいただけなくなっちゃうんで、うん、まあそろそろね、はいはい、ブランドにも迷惑かかったりするもんね、うん、あのイメージで。そうだからこのリリとかは、うん、もうそろそういうのもできなくなると思います。あー確かにこのリのスタイル昔のアイアンスタイルにちょっと近いというかね、うん、結構尖ってるもん。うん、尖ってるね、うん、悪口も多めだし。そうそうそう悪口ばっかり言ってたよ、昔。こういう女うざいんだけどとか。うん、確かに悪口で成り上がった悪口で成り上がったって本当にそうだわ、あやは。そうだけど、うん、言えなくなりますか、うん、やっぱイメージがね、ガッキーとかさ、うん、それこそさっき上田彩さんとかがさ、悪口聞いたことないよね。聞いたことないほんで、一回も聞いたことないじゃん、うん、だからなんなら真顔も見たことないぐらいの確かに確かに、常にこうニコニコしててね、見てみたいな。うん、でも早いんじゃない23歳でその段階に行くのは。まあ売れたのが早いかったって言えるとちょっとまあまあまあすいません謙虚なんです、私あんま謙虚じゃないよ、ちなみに。だってあのちょっとオフ会のこの話になるんだけど、うん、生まれ変わるなら何になりたい、うん、あや仲間ちゃうでしょ仲間ちゃう一択っしょ生意気すぎんだろお前謙虚さのかけらもねえよ仲間ちゃう一択っしょ楽しい人生、うんうん、マジで。どうなの、みんなってさ YouTube に憧れはあるけど、うん、YouTuber になるのはちょっと怖いって感じでやってないのかな。こんだけ YouTube って言われてるのにさ、うん、言うてあんまり来てないじゃん。まあ、むずいんですよ普通に。まあまあまあ、そうそう、だって誰でもできるんだよ。まあ逆にね、そう、誰でもできるから売れるのはむずいというか。そう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 、うん、まあ、それもそうか確かに、うん、その気持ちは俺すごい分かるのが、うん、ラッパー超憧れてて、もうヒップホップ大好きで、でもヒップホップやらなかったのって俺なんかじゃって思ってるからね、うん、絶対に、うん、ヒップホップとかも今となっちゃう YouTube も誰もアップロードできるからさ、うん、音楽出せるじゃん、うん、けどやっぱね怖いよな一歩踏み出すの。確かに周りの目とかね。うん、でも周りの目が一番なんじゃない。うん、俺とかああやって高校生、学生の時に始めたの SNS、うん、だからなんていうか大人になってから始める YouTube と高校生の頃の YouTube 全然違うよね、うん、し高校で YouTube やっちゃうと就職先とか響いたりするでしょ、うん、なんかねいろいろ大変だよな。これはちょっとあんま言いたくないことだったんだけど、うん、ちょっと最近、うん、兄弟の平均再生が落ちてんの、うん、それ感じてます。感じてない。見てない。俺だけ焦ってんの、うん、本当に5万ぐらい5万ぐらい下がってるの平均が、うんうん、俺ちょっとそれなんかさ不安で、本当に不安でさ。大丈夫だよ大丈夫、心強い
妹のこの目見て大丈夫、心強い大丈夫心強いな。だって今日鼻毛も出てないし、昨日出てたけど今日鼻毛出てない。え、昨日出てた、言って切ったっしょ。一応大丈夫、鼻毛出てないし。再生数もう戻ってくる。戻ってくる、まあ、よ、戻ってくるっていうか、そこに不安要素を持たなくていいと思う、うん、気軽に生きていこう再生数とか見ない方がいいと思うし、別に仲間兄弟って再生数求めてるんじゃなくて、うん、みんなのその日常に溶け込むっていうのが、まあまあそうです、そういうテーマで、はい、うん、だから別にみんなが忙しい、逆に、うんうんうん、忙しくなっちゃってるから、みんな頑張ってっていう、そういう、あ、みんなが頑張ってるから、そう、再生数が落ちちゃってるだけで、みんなが頑張っちゃってる、お仕事とか暇な時間がなくなっちゃってる、そういうことですね、うん、だからまずはみんな、忙しくて、ご苦労様っていう気持ち、はい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 、うん、なるほど、うん、すっごいね、うん、大人、そうそうそう、こいつマジ大人、大人ってかポジティブなだけでてか、ほんとあやってポジティブだよね、ほんとあやでよかったもん、俺妹っていうか一緒の仕事相手が、あや、ほんとに嫌だった、純平が純平がお兄ちゃんでお兄ちゃんはいいだろ、純平がお兄ちゃんで嫌だ、なん人生的に、人生的に考えたら俺でよかったでしょ、嫌だ、そう、学生時代とか子供時代は確かに嫌だったかもしれないけど、うん、人生的に見ちゃったから、人生的にもう嫌だ、なんで嫌だから、理由は特にない、ツンデレ、こんなこと絶対思ってない本当だよ、思ってないよ、絶対思ってない、思ってる人の態度じゃない毎日4日連続とか毎日会って、別にあや会いたくないしあやって本当に俺にもうマジで会いたくないって思ったことある、いや別に会いたくはないじゃん、いつも常に、うんうん、けど本当にマジ無理、もうマジで会いたくないみたいな、うん、時はないよね、でも常にそれって感じ、やっぱあーまた14時になったらあいつが来るって毎朝朝起きてまたあいつに会わないといけない頭の中で俺のことあいつって思ってるあいつ、あいつ呼びあやって俺のことな、お前とも言うか、別に素敵なお兄ちゃんって呼んでるよどこでどこで呼んでんの、裏でだったら嬉しいし表情、俺あんまりお前って言うことないんだけどさ、普通のプライベートで、まあやもないか、あや、うん、にはお前と言うね、うん、立場が わきまえて給料違うから、そう考えて、いや、給料違うからお前って言っちゃいけない、うん、やばすぎこいつ、あやはオッケー、あや、てめえとかでもオッケー貴様とかでもオッケー、早くあやはもう仕事やめてほしいよ、え、いいんだ、あ、じゃあ、そうそうそう、わかりました、あ、じゃあ、じゃあ、仲間ち兄弟、じゃあ明日で解散します、違う違う、ありがとうございました、違う、ごめんなさい、言葉の語弊がありました、はい、個人のなんか活動がもうちょい、本当になんかこうして急にやめて、解散の流れ持ってくの、解散になるとは思わなくて涙も出ないっていうか、なんていうか、変なこの人ね、本当にありがとうございました、変なこの人ね、あのすごい200万人いけなくて悔しいですありがとうございました、いや全然200万人行くし、やめない、200万人は行かないし200万人行くし、もう本当にいつもありがとう、人生の中でまず一番何が自慢かって言われたら、あやをこうやって育て上げたことだからね、なんでお前育てられたみたいな感じになってるわけ弟子みたいな、お前の弟子とかじゃないなんでお前あやの師匠みたいになってる、あやのこの弟子なんて一回も思ったことないけど、育て上げたって思う、弟子って、いやその一緒に育ったというかさ、一緒には育ってないし、いや育ったじゃん、だからさ俺がいたからあやってこうなったのよ、言うたら、そんなことない、違うあやが一人っ子だったらまた話が来るでしょ、うん、一人っ子だったらもっと羽伸ばせたもっと羽伸ばしたらこうなってない、あや絶対ヤンキーになってる、ヤンキーギャルになってる、あれマジで純平いなかったらギャルと絡んでない、いや違う、絶対逆、うん、俺でヤンキーとか嫌いになったじゃん、俺の友達が嫌いで、それで反面教師であやはああなるないってなって、こう真面目に育ったの、もうご勝手に、いや本当にそうだよ、環境だから、ね、人間の性格だって、だからあやがこうなったのも絶対俺の影響があるからだから一番の自慢はあやを育て上げたこと、本当に俺結構あんま自慢することってあんまないもん、結構人生的にも仲間近くで100万人いるとかはまあ自慢できるっちゃできるけど、まあやもいるし、本当にもう本当に妹がこれっていうのが俺の中で最大の自慢、結構マジで、でこれ情けないこととか全く思ってなくて本当に嬉しいね、お前が羽ばたいてくれると、もう最近本当はあやの話しかされない、もうあやの話って何があるの、え、めっちゃくちゃあやの話されるから俺は、いや何話すことなくない、まあ話すっていうかもういじりっていうか、 JP なんでそんななっちゃったの、あやちゃんあんな可愛いのにとか、うん、もうぜ全部死にたい死にたくない、死にたくない、死にたいって質問兄に絶対すんなよ、死にたいよ、やばいよその質問的に一番やばい質問なんだよ、死にたいって そんな辛いこと言われてんでしょ、いやいや、だからまあいじりとしてね、死にたくない、あやだったら死にたくない死にたくない、あやだったら死ぬ、まず死にたくないし、あやは死ぬ、そのあやは死ぬ、やばいからそんなに辛くないから俺は、あやだったら死にたい
あと動画でさ結構バズってるのが多分俺とあやの年収月収の差が6倍みたいな、うん、動画で言ったことあるじゃん。あれいまだにさ結構昔だよねあの話したの、うん、1年前ぐらい、うん、とかもうちょい前ぐらいな1年半ぐらい前だけどあの頃とは変わってきてますからね。え今多分4倍。月いくら？いやあやいくら？いや月いくら？いやあやいくらまず。え準備あれっけ？じゃない？いや行くよ。マジ余裕頑張ってる時は。今現状で何倍ですか今現状？マジで。わかんない。ガチガチで分かんない。でも今想像でどれぐらいかと思う。月？うん。あんまり言いたくない。アスネ爆発した時あるの。俺知ってんの。だってもう。そのここのやつやめてくれ一番ガチのやつ今多分あやとね4倍ぐらいまで来てると思います。感覚それぐらいね4倍もないんじゃない。3ぐらい2倍ぐらいじゃない。いや2倍 2はもう俺知ってます。 2は違う。4倍ぐらいか3倍ぐらいじゃない。いや案件もそうだよ個人やめてここのやつで仲間近くの案件もあって、うん、であや個人の案件がすごいですからね。でアスネもあってジャスタもあって3かな。まあ3ぐらいだね。うん、だから近づいてます今本当に。今3倍です月収。でも俺も上がってるからね。それも3倍だからね。けどまあ3倍かな。3見えてきたわちょっと。私は全然もうお金なんて見てないです。楽しいことにお金がついてきてくれた、まずはありがとうっていうぐらいの気持ちなんで、お金とかは本当に全然見てないんで。俺もです。あやは言ったんです。収入低いならあの喋りかけるなって。いやでもまあ順平はねまあ、まずは関わりたくないから。あまずはね大前提ね。大前提として、うん、まあでも見えてきたわ。前まで本当絶望の差だったのよ正直言うと。いやちょっと見えてきてます。あやの足元こう勝手に。あやってさ始めた頃からお金興味ない。うん、いつの段階でお金興味なくなったの？絶対に早いもんお金興味なくなるの。23でお金興味ちょっとヤバくない？普通に考えて興味ないっていうかあんまり見たくない。え、それなんだろう。なんか現実見えちゃうじゃん。これ今だけだしなとかなんかちょっとマイナスに考えちゃう。そっちなんだ。そうポジティブになんないんだ見て。なんだ逆に。うん、そうか。でも一回も見なければちょっと落ちてきてもその落ちたことに気づかずに。そうである程度いい生活できるもんね。うん、なるほどね。うん、その考えすごいね。それすごいわ。そういうことね。それは確かにそうかも。うん、来月の給料が先月より少なかったらちょっと落ち込むもんね。落ち込みはしないけど、うん、これぐらい稼げるのもあと何年だろうとか。意外とそういうことは考えんだ。なんか今がでかすぎて金額が、うん、怖くなっちゃうねちょっと、うん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 、その金額のでかさに。はい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 。なるほどね。今23でこの金額稼いで、うん、将来どうなっちゃうのとか。確かにな。20年後は今の金額稼いでるわけないもんね。ぶっちゃけ言うと。だから見ないようにする。なんか本当立派になったね。うん、大人の女性です。本当あんな小さかったのよ。はい、ということで今日は大人の女性と丸亀食べました。どうでしたか、このうドーナツ。美味しかった。うん、普通にうドーナツの砂糖の方これめちゃめちゃ美味しいから、うん、まあちょっと300円より高いのかな、わかんないけど、うん、食べてみてください、興味あったら。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。Body's moving to the beat. We going up. はい、オッケー。すごい見て、可愛くね。今日のストーリーあげちゃいます。ごっちゃんごっちゃんね。じゃあね。あ、これオフ会の限定 T シャツです。可愛いでしょ。さよならー。